どこに行くの？ここはちょっと危ないかも。推理の準備っと。何か分かりそう。ちょっと考えてみよう。ちょっと考えてみよう。私が知ってるのは、つまりこういうことだね。これの情報は、これはないかな。これの情報は、折れてるけど強い魔力を感じる。特別な魔石で作られたみたい。悪魔を統率する王、それって虫歯の女王みたいなやつのことかな。こうじゃないかな。これはないかな。違うかな。あ、分かっちゃったかも。これの情報は、フィルフサの魔導石もどうしてそんな力があるんだろう。これは、あの遺跡にあった水晶がそんなたくさんの魔石で作られてたなんて、何度も見てきたから知ってるよ。これの情報は、石の壁は役に立たないか、それだけ悪魔は強いってことね。これなら意味が通るかも。
私が知ってるのは、あ、これだ！やった！完成！謎が解けた！あ、分かっちゃったかも。私が知ってるのは、これは、うん、違うかな。神殿の中は生死の境が曖昧なのかな。一体どういう仕組みなんだろう。これって死は常にそばにあるって意味かな。ようやくわかった。私が知ってるのは、氷月の力ならフィルフサを押さえつけられる。これすごい情報かも。これなら意味が通るかも。え、龍脈を渦にすればフィルフサを捕まえる檻になるってこと？何か分かりそう。これの情報は、これはないかな、これはないかな。みんな最初から死ぬ気だったんだ。こんな戦いがあったなんて。これの情報は、確かに体以外もいろいろ転移してるけど、何に気づいたんだろう。これはないかな。これの情報は、そっか、難しく考えすぎてたみたい。これはないかな。ちょっと考えてみよう。これの情報、高度な技術がなくても魔法鍛冶ができるの？一体どんな炉なんだろう。ちょっと考えてみよう。これの情報、そっか、推理完了。納得の名推理。推理開始。せいかな。何作っちゃおうかな。何作っちゃおうかな。入れる場所は、何入れよっかな、何入れよっかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。どれがいいかな。どうしよっかな。悪くないね。何にしようかな。入れる場所は、さあ何を入れよう、さあ何を入れよう、何入れよっかな。
何を入れよう。すごいのできちゃうかも。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。何入れよっかな。さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。入れてから考えるのもありかな。さあ何を入れよう。何入れよっかな。何入れよっかな。新しいものができちゃいそう。どれもよくて悩んじゃうな。こんな感じかな。うんうん、悪くないね。これでいい？ありがとう。この後楽しみにしておいてね。用事がなくても遊びに来てね。どこへ向かうつもり？いやー、ナイザの錬金術は本当にすごいよね。ロミーさん本当感心するわ。そんなにすごいですか？うん、例を挙げるなら種類が豊富なところかな。入荷する商品によって仕入れ先の店や職人さんって変わるのが普通なのよ。けどライザはそれがないでしょ。こんなのが欲しいと思ってお願いするとどんなものでも作って持ってきてくれる。一商売人として言わせてもらうけど、これって本当すごいことだよ。ありがとうございます。まあ大量生産ができないっていうのが弱点なんだけどね。うん、無理言うつもりはないけど、弟子を取ろうって思ったことは？私もまだ錬金術師4年目だから弟子なんて取れないよ。そっか、ライザ製商品を大量に扱うにはまだまだ時間がかかるってことね。私も頑張って作るからしばらくはそれで我慢してくださいね。まだまだ営業中だよ。
今後も一緒に。どこに行くの？よーし。これでいい？ありがとね。あとはロミーさんにお任せ。用事がなくても遊びに来てね。どこへ向かうつもり？ライザ、ちょっと聞きたいんだけどさ、今でも魔物と戦うことってあるの？うん、一応戦ってはいるけど。そっか。それじゃあ悪いんだけど、一つお願いがあってさ。実はね、さっき行商人から聞いたんだけど、王都の近くで魔物に襲われる事件が多発してるらしいの。え？ただその魔物は人間には興味なくて、持っている食料を狙ってるみたい。現に襲われてるのは食料を大量に持った行商人ばかりだからね。荷物を置いて逃げ出す行商人には目もくれないで、荷物に夢中になってる姿も目撃されてるって話だし。間違いないですね。怪我人は？狙いが荷物とはいえ、さすがに無傷とはいかないよ。襲われた人は全員軽傷。でも精神的には致命傷に近い傷を負ってるはずよ。行商人にとっての荷物って財産だからね。命に関わる非常事態なんだから。王都の警備や守備兵は動いてくれないんですか？何度も言ってくれたらしいけど、あの魔物腹が立つくらい警戒心が強いのよ。強そうな奴の前には絶対に姿を現さないの。見つからないんじゃ手が出せないわ。つまり警備や守備兵とは全然違う、私の前には出てくる可能性があるってことですね。そういうわけでさ、おとりになって魔物退治してほしいなんてひどいお願いなんだけど、引き受けてもらえる？もちろん。これ以上行商人の人たちに被害を出すわけにはいきません。本当助かるよ。ありがとね。詳しいことはこれに書いておいたから後で見て。冗談抜きでさ、笑えない被害なんだよ。せかして悪いけど一刻も早くお願いね。ロミーさんがこんな真剣に頼んでくるなんて。とにかく急いで行った方が良さそうね。ねえ、どこに行くのさ？よないな。魔物はどこにいるんだろう。こいつが例の魔物。これ以上好き勝手させないよ。
の相手でも油断は禁物です。正解連続よ。やっはっはライザさん正解連続よ。そこそこ楽勝楽勝。さあ早く進もう。これでもう安心かな。早くロミーさんに報告してあげよう。ロミーさん、例の魔物は退治しましたよ。すごいよライザー。やっぱりライザに頼んで正解だったわ。ちょっと大変でしたけどね。無茶言っちゃってごめんね。でも少しでも早く退治したかったのよ。頼んできた時のロミーさん真剣だったから。うん、まあ最初に言った通りさ、肉体的な怪我は大したことはないんだよ。けど行商人にとって苦労して仕入れた商品が売れる前に破損するのって本当に大変なことなの。確か命に関わるって言ってましたっけ。全財産を一瞬にして失うんだよ。死んだも同然の気持ちになるのは当然でしょ。私も駆け出しの頃に一回経験したことあるんだけど、今でも夢に見るくらいのトラウマだよ。本当に心折れかけて死ぬしかないとか、こんな商売やめてやるって本気で思ったっけ。まあもう何年も前の話だけどね。そんなことがあったのにどうしてやめないで続けようと思ったんですか。あ、そりゃもうほら、すごく楽しいのよね行商人って。ほんと大好きな仕事なのよ。どこに行くの。よし行く。ちょっとだけ休もう。はあ、寝ちゃわないようにしないと。ちょっとだけ休む。よし休んじゃおう。ちょっとだけ、はあ、寝ちゃわないようにしないと。おう、どこに行く。よし行く。ごめんくださいな。ロミーさん、どうしたんですか。珍しいですね。ライザに報告しておくことがあるの。突然だけどロミーさん、行商人に戻ることにしたわ。え、ほんと突然ですね。急にどうしちゃったんですか。私が行商人の仕事を好きってのはライザも知ってるでしょ。けど休息も兼ねて思いつきで店を構えてみたら、なんかそっちはそっちで楽しかったのよ。繁盛してるのが目で見てわかるから、なんか生きがい感じちゃったりしてさ。けどライザと話してて思い出したの。どんなに苦しくてもやめられなかったくらい行商人の仕事が大好きだった自分をね。優秀な従業員も育ってきてるから店は任せられると思うし、戻るにはいい機会だと思ったわけよ。そっか。うん、いいと思いますよ。やっぱり店主のロミーさんより
行商人のロミーさんの方が似合ってます。それに行商人に戻ってくれるなら私が空剣島に帰っても会えると思うし。もちろん、今度は空剣フルーツだけじゃなくてライザの新作も買い付けに行かないといけないからね。まあ今日は明日とかにすぐ戻るわけじゃないから、もうしばらくオートにいるんだけど、新しい、いやいや元通りのロミーさんのこと今後ともよろしくね。ちょっとだけ、はあ、寝ちゃわないようにしないと。どこに行くの？よし行くぞ。フィー、迷子になっちゃうから一人で行かないでね。いらっしゃい、珍品名品買い取るよ。鑑定だけなら無料だよ。ロミーさん、そんな呼び込みで珍しいものなんて手に入るんですか？結構手に入るものよ。今日もすっごいの3つも買い取ったし。意外と手に入るものなんだね。王都は行商人以外も集まる町なんだから、呼び込みでもそれなりに見つかるものなのよ。って言ってもうちの従業員の子たちですらこの辺はまだ理解できてないのよね。だから今のうちにしっかりそれを分からせるためにロミーさん直々に実践してみせてるってわけ。出発の日まで忙しくなりそうですね。まあね、本当はのんびり行商の準備とかしたかったんだけど、そうもいかなくて。従業員もいるし、なんだかんだで王都の流通牛耳る程度には店も成長させちゃったでしょ。だからなんか放っておけないのよね。ま、愛着ある店だから当然なのかもしれないけど。行商人に戻った後で実は店主の方が向いてたなんて言わないでくださいね。そんな風に言える日が来たらそれはそれで悪い気はしないけどね。まあとにかく私もまだしばらくは大戸で店主業頑張ってるからさ。珍しいものを見つけたりライザの新作ができた時はいつでもロミーさんのとこに持ってくるんだよ。どこに行こうかな。よーし